こんにちは、浅川です、今回もちょっとマイクの紹介をしてみたいと思います。クラシックプロ CM5 ということで、これはサウンドハウスさんのオリジナルメーカーなんですかね。非常に安いダイナミックマイクなんですが、なんと980円、ハードケースとマイクホルダーがついてます。まあね、980円のマイクじゃそんなに期待できないだろうとお思いの方、もう死刑ですよマジでね、980円としては考えられないぐらいコストパフォーマンスは高いマイクです。実際にね、これで撮った音を聞き比べてみましょう。はい、どうもこんにちは、浅川です。マイクのテストでございます。CM5 テストでございます。結構ね、このマイク近接効果が高いので、距離を離すとだいぶ音質が変わります。近ければ近いほど低音が出るようになります。あとね、意外とこの吹かれノイズに強いんですよね。あの、構造がよくできてるのか、もうかなり近くで喋ってもパッピップペッポあたりなんかはね、意外とちゃんと抑えられてるんじゃないかなと思います。ちょっとね、グリップノイズの方は、今ちょっとグリってやってますけど、ちょっと乗ってしまいますね。あとね、これのスイッチありバージョンもあります。 CM5S だったかな。値段も同じなので、手元で切り替えをやりたい方はそちらの方がいいかもしれません。ただね、まあ、個人的には誤作動がない分、スイッチがない方がいいかなと思ってます。あとおまけですが、こちら、ウィンドスクリーンも、サウンドハウスさんで売ってました。150円、SM58 用のだと思いますが、そのまま使えます。サイズは同じですからね。こういう感じで、使えます。はい、ということで、クラシックプロの CM5 でございました。